千葉大学はね、十字架からいないけど、ちょうど。やってきました秋亀山ですね。あ、こんにちは。写真撮るって。はい、そうなんですよ。ちょっと愛ごとじゃない。ありがとうございます。どこの人？私ね、あの四日市。四日市なのに私はこう私の家ここです。はい。あ、そうなんですね。うん、あの、うん、三重の四日市から来てまして。三重にも四日市いうとこがあるの。あ、そうなんですよ。三重県の四日市市ってところがあって。そうそう、それでね、なんか ここになんか四日市役場っていうのがあるって聞いて、それでちょっと見てこようかなと思って。行ってみなさい。この道こっちに行ったらいいんです。ここまっすぐ出て行ったらいい。あ、行ったらいいです。ありがとうございます。こっち来るのかから出てからね。あ、それでまた聞きなさい。わかりました。ありがとうございます。へえ。さあ、ということでね、四日市役場着きましたけどね、どっから入るんでしょうね、これ。すごい古昔建物ではありますけど、それ以上に入り口が何か分かりません。ここ入り口でよかったんだな。最初来た、どうもようこそって書いてありますね。よく見てみたら、どっから入るのこれ。本当に古民家そのままやった感じですね。10時半から14時。月から金曜日、今日はやっとんのかな。え？これ、地作り4日弱。確かに、4日弱ボタンになってますね。地作り4日弱。おぉ、4日1ですね。せっかく来たんでちょっと行ってみましょうか。ご用の方はボタン押してくださいってなってるから押してみましょうかね。この辺りが四日市っていう。はい、そうです。はい、なんか地名見とったら亀山ってなっとったんで。亀山、はい。亀山、ね、昔のあざ名ですね、うん、だから。大あざなんとかって書いてあるありますよね、はいはい。その名前が四つかいちって、まあ、四日市っていう、ね。四つかいちが正式なんですね、こっちは。まあ皆さん、四日市役場っていうふうに言われますけどね。そう、言い方は多分どちらも通用すると思いますけど、ね。ああ、そうなんですね。へいや、亀山も亀山で、ほら、三重県にも亀山ってありますもんで、はい、亀山市ってね、あのシャープの工場とかがある。そうですね。はい、そうなもんで、亀山で四日市って何なんやろうなと思ってね、ちょっと気になって。あ、そうですか。はい。なんかあれ、なんかコーヒーとかなんかメニューで買っちゃったり。はい。レギュラー、ブレンドコーヒーと、通常のストレートコーヒーと、両方、はい、飲めるようになってます。じゃあちょっとブレンドコーヒーいっぱいいただいててもいいですか？はい、わ、はいはい、かりました。じゃあちょっと締めさせてもらって。どちらのお座りになりますか？いいですか？ここ、築110年ぐらいの古民家なんですよ。あ、110年とかすごいですね。はい、で、持ち主の方は、仙台の、はい、仙台じゃない、はい、千葉の方にですね、はい、お住まいで、で、こちらの方では生活はもうしておられる。はい、はい。へえ、いや、すごいですね。110年前っていうと、大正、明治か。はい。明治の、もう末期から大正元年ぐらい、ね。それぐらいですね。わあ、すごいな。いや、今日、ちょうど観光では、どこでしたっけ、江田島？ああ。江田島の方もちょっと。学校とか、そうですね。あそこ、もう見てきまして、はい、そう。
それであそこまで結構古い建物残ってますけど、はい、こっちも結構残ってるんですね。そうですね、うん、まあ少なくはなりましたけどね。そうですよね、はい、へー、それで残してやってるんですね、はい、へー、じゃあちょっと中見せてもらっていいですか、はい、へー、じゃあ、はい、ブレンドコーヒーを、あ、じゃあお願いします、はい、すごいな。あ、やっぱ鯉が置いてあるんですね。この辺りだ。古民家といってもすごくね、あのお上級、あ、そこにお手洗いもあるんですね、ガラスサッシとかもあれですね。サッシはこれ後から拭き取るかな。この辺りの多分ね、ガラスとかすきガラスとかそのままでしょうね。あのガラスがすごく薄いですからね。あ、こういったところも全部絵描いてある。すごい。これすりガラスのすりをこうグラデーションしてやってるのかな。へえ、すごいな。これは船かな。へえ、もうちょっとこれ古民家ってすごいのがこういうとこですよね。この小柱のところ、こういうところもやっぱ浄土真ちゃんと入ってますし、ね、松の、明治44年、これ明治44年の、すいません、読めないですけど、こういった屏風のところとかにも全部で、ね、ちょっと思い、ね、言わせてますけど、いろいろと書いて ありますもんね。こちらなんか逆向いてそうですけど、囲碁と将棋も置いてありますね。これ囲碁盤も、碁盤もこれ相当人気の入ってますね。すごいな。で、座席の座れるようになったんですね。あ、奥にはあいたテーブル席なんかもあるんですね。あら、変身開業記念イベントマップを、まあ、ちょっとぐるっと回ってそこから、うん、今どの辺りなんやこれ。変わったよ。この区役所はまた別でしょうね。あ、この見えてるのがもうあのフレスタっていう、まあその、はい、スーパーです、ね、前にスーパーありますね。こちら側を見た当時の写真です、うん、ほとんども変わってないんですけどね。そうかそうか、この頃からってことなんですね、はい、これ前にずらっと並んでるのこれ、うん、牛かなんかが並んでる。そうなんですね、ただ、はい、あまり何の、はい、催しだったかっていうのを説明できる方がもう今いないんですね。ああ、なるほどな、はい、どうなんでしょうね。まあ、でも何かのイベントで、まあ、当時写真撮るって言ったら一大イベントか何かだったってことですもんね、はい、明治時代っていうことは、で牛の集まりがまた尋常じゃないですから、そうですよね。明治とこれよくね、お馬さんやとね、よくお伊勢さん、はい、あの伊勢神宮のお伊勢さんの方とか行くと、ね、あの伊勢参りとかで使った馬とかの荷物運んだ馬を戻す場所があって、変場っていうところがあって、それでそこでお餅を作っとって、あの変場餅っていうね、名産あったりするんですけど、
なんで平凡なんかなと思ったら、ここで昔馬を返しとったからなんやって、返す馬っていうので、平凡っていうのは、そういうところに行くと、その、ね、馬がいっぱいおったっていうのは聞いたことありますけど、別に牛で運んどったっけってわけじゃないですもんね、これ。そうですね。どうなんやろ。あの今真っ盛りよくやってるね、あの真っ盛りの牛祭りとかあ り,、はいはい、ありますけど、あんな感じのなんかそういったあれなんかな、あの牛の競りのなんかお祭りみたいな、季節がちょっと冬のような、そうですよね、感じもするんですよ。ちょっと皆さんたくさん服を着てられますから、そうですね、この子なんかもだいぶ着込んでますもんね。だから正月の催しじゃなかったかっていう人もちょっとおられるんですね。ああ、なるほど。はい。でも、だって牛さんにもなんかいろいろ載せてますもんね。みたいですね。どうなんでしょうね。ちょっと一回、またこういうの詳しいもの、あの、一応社会学部っていう学部でちょっとやっとったもんで、結構こういった、あの、地域文化とかそういうの詳しいやつ言いますもんで、はいはい、一回ちょっと聞いてみます。はい、ちょっと写真撮らせてもらって。はいはい、すごいですね。ここ今は神山市なんで、ああ神山市じゃなくて広島市なんですね。広島市ですね。広島市朝北区、はい、壁町っていう、まあ壁ですね。壁なんですね。はい、で、まあ、神山とかいろいろあるんですけど、はい、元からずっと広島なんですか、この辺りって。私あんまり本当詳しくなくて申し訳ないですけど、ね、大体昭和45年ぐらいにですね、合併したんですよ、ね、で、はい、でその前は軍でした、はい、朝軍って呼んでますね。朝軍で、はい、朝軍壁町って、なるほど、はい、そうなんですね。あ、やっていただきます。どうぞ、はい、さらに口になる。あ、美味しい。でもあの小町工程機もあの新しくできた駅なんです。そうなんです、はい。ちょっと一回ちょっと寄ってみたいなって、はい、じゃあそっちからちょっと行ってみます、はい、あの延伸という形でからその鉄道が壁までで廃止になったんですよ、それ以後が。そうなんですよね、うん、でそれが、3年ぐらい前に、はい、あ、あ、こう置いといて、ありがとう、うん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 、はい、どう言いますか、あの住民の方々が、はい、延長してほしいということで、うん、で2駅だけなんですけども、まあ、延長して、そうね、はい、ね、よく廃止になるっていうのはどんどん聞くんでね、はい、あれなんですけど、あ、今ね、このね、まあね、地方線、ね、はいはい、ね、ですけど、こう伸びるっていう話聞かないですから、そうですね、珍しいなと思って、多分全国でも初めてぐらいじゃないかなと思うんですけどね。あ、すごいですね。でもやっぱ鉄道が通ってで、今ちょうど亀山、はい、亀山の駅まで行ってきたんですけど、あ、そうですか、そうなんですよ、はい、そこからちょっとブラブラと散歩してやってた、はいはい、でもあれですもんね、今またすごい開発やってますもんね、亀山の駅前、どう言いますか、はい、病院というかその市民病院があるんですよ、うん、はい、でそれが一部移転するっていう形で、うん、その移転先が亀山駅の周りに移転するっていうことで、あれがでかい時、はい、わーってやってるんですね。はい、すごい規模があの、ね、大きかったね。すごいなと思って。一応ね、予定ではこの後五日市行って、はい、あの五日市ってとこあるってね、なんかまた地図見とったなって、ね、西区の方ですかね。向かって、はいはい、ありますよ、はい、もうせっかくやったら五日市から四日市まで切符買ってそうですかやってみようかなって言って、はい、まあね、動画のネタでね、はい、そうそうそう、どんなもんでいけるんかなと思いながらね でも結構わーって乗ってきましたけど、ね、料金見たら意外と電車で400円もかからんくらい来れるんですもんね。そうですね、まあ、別に面白くもなんともないんですが、おそらく広島県内でですね、はい、秋亀山まで、乗車されたって言われたじゃないですか、はい、終着駅、多分あこが一つしかないかもしれません。はい、終着駅です。広島県の中の終着駅ですね。はい、あの広島駅から、はい、まあ、ローカル線に乗って、はい、で、駅がですね、そこで終わってるっていうですね、いわゆる終着駅ですね。あ、端っこの駅。はい、あ、そっか、広島って全部そうか、芸歴線とかこれ、はい、全部つながってるんですね。ずっとね、中国地方も、あの、ね、全部横断して、島根の方にどんどん行ったり。そうですね、あっちのこう、軽川とか、はい、あっち、ね、三好とかあっちの方からずっと抜けてきますもんね。
もともとはこの、はい、まあ、壁線っていうんですけども、はい、三段橋というところまで通じたんですよ、はい、で秋なんかだったらちょうど今頃ですね、もう紅葉の名所だったんですね、うん、ああなるほど。でその頃は終着駅三段橋っていうのは結構まあはい、はい、ああそうですかっていう感じだったんですが、はい、もう廃止になってからほとんど意味なさなくなりましたね。終着駅、はい、終着駅亀山って全然ロマンチックだなもないでしょ。まあでもこれからまたいろいろとできてね、そこからね利用する方増えたらまた延伸とかね、そういう話他のところでもね、うん、どんどんね島を作るんじゃなくて、また作ったらそこでね投資ができて、それに人が集まるようになるんやったらね、それこそ地域活性になりますからね、うん、そういうのいいな。だからあの延伸された時にですね、はい、ちょっと地域でからイベントなんかやったんですけど、ここでですね、はい、ちょうどその時の時ですかね、はい、新聞出たらちょっとおかしいんですけど、ようこそ壁の町へということで、うんうん、はい、で亀山までですね延伸されたということ で、 うで、ね、はい、地域の方々がそのお祝いなんかされたんですが、はい、その時は、まあ、記念品って言ったらおかしいんですけど、はい、記念イベントですね。これ四日市市民の方ぜひね足伸ばしてほしいですね。まあ年ぐらいです。あ、じゃあ本当結構先だ、ね、そうなんです。はい、6年ぐらい前までここに住まわれてて、うん、でもお亡くなりになったんですね。はい、あ、はい、で、県外の千葉におられるのは息子さんなんですよ。はい、あ、なるほど。はい、で空き家になって、うん、で。マンションとかアパートとかやっぱり取り壊してから建てましょうって話があるんです、ね、まあこれだけの土地やったらできますしね、はいはい、で息子さんはちょっとまあそれは嫌やっていう感じです。あ、そうなんですね。でその時に、まあ、うん、財団法人 NPO の四日市役場っていうところが、うん、はい、ここを何か地域 の、 その活性化のためにですね、はい、利用をしたらどうかっていうことで、ああ、なるほど、まあ、はい、これをじゃあこの古民家を生かしましょうということで、うんうんうん、いろいろと企画なんかをし始めたっていうのが始まりですね。そうなんですね。いいですね。本当こうやってねちょっとくつろげるところがパッてあるっていうのは、はい、うんうん、まあなかなか結構ねやっぱ地元の方がねそれ使ってもらえるようになるといい、ね、そうですね。だから会議とかそうしたものもここでやったりとかですね、やってますね。結構奥様方がこう集まっているんですね。そうですよね。これだけのスペースあったらね、町内会でちょっと集まってとかできますしね。そうなんですね。まあちょうどね、来る途中で地元のおばあちゃんにすれ違って。はい、でも、これどうなんかな、いや、四日市で、三重の四日市から来てるんですよとか、三重県に四日市ってあるんですねって言われて。あれ四日市って、まあね、良くも悪くもね、四大公平とか公平でね、名前が。私は、はい、テレビとかなんかでですね、ね、はい、うん、まあ今でもね、大体ね、他のところから四日市だと、あれやろ、公平の喘息の町ないかとかってね、まあまあ、間違ってはいないんですけどね、良くも悪くも名前を通ってるんでね、あれかなと思っとったら、あれ、あ、まあ、四日市もまだまだあれながら、四日市ってこの辺りのことなんやねって言って、じゃあ、もうすぐ近くに住んどんのって言って、じゃあ違うんですよ、違うんですよって、ね、やりとりやってましたけど、でも、そうそう、ここの役場はすぐ教えてくれて、あ、そうですか、うん、はい。いいところやね、こっちの方行ったらあるからねって言って、それで、なんとか、裏の方から来ちゃったもんで、あ、はい、の方かな、はい、多分表から行ったらすぐ看板出るでね、あれやったんやけど、ちょっと途中で向き間違えて、はいはい、ぐるっと、そっちの方からぐるっと回ってきちゃったもんで、はい、うん、だからなんとかたどり着いたらよかった。どちらかというと、やっぱ休日の方が来られるお客さんが来られるんですかね。そうでも、休日はやってないんですよ。あ、この、いや、五日市役場自体は、四日市役場自体はやってるんですよ。はい、で、先ほど言ったように、はい、施設の仲間と一緒にやってますんで、はい、だから月曜から金曜までなんですね。はい、で、その日、今日来といて。営業時間はですね、だからもう、むちゃくちゃですよ。10時から、はい、2時半っていう。はい、一番だからそのよその、はい、どう言いますか、お店屋さんなんかはお客さんで引く時期ですよね。あ、特にカフェとかでそうですね。その時間帯にやってるんですよ。まあ、理由があって仲間は通称してますから、
通常時間に間に合うようにっていう形でやってます。本当はもっとなんか時間延長してくれとかいろんな声があるんですけど、ね、はい、3時過ぎるともうなんか家に帰っちゃいますんで。そうですよね。なるほどね、そのあたりはまた難しいところですね。あ、確かに、うん、あのね、四日市はあんまない、あ、四日市ってね、三重の方はあんまないですけど、はい、それこそすぐ隣の名古屋に行くとね、もう昼間でもね、もうみんなね喫茶店行きますからね、はいはい、喫茶店で朝昼間済ませますもんね、あっちの方は、もう盛んなとこですよね。そうです、あの学生時代名古屋だったんです。え、そうなんですか。はい、え、名古屋、名古屋の日本串田大学、今はもうなくなってますけどね。はい、はい、私もの名古屋、まあ、中京ですけど、私は、はいはい、当時は近くに中京大学ありました、うん、そうですよね、じゃあ、あれ、日北ってことは、今は確か、あの昔はだから、入中っていうところがあって、矢事とか入中とかあったんですけど、入中、ね、に、日北ありました。あ、そう、入中や、そうですね、はい、南山があって、後輩ですね。そうなんだ、そういう国かもしれない。はいはい、だから喫茶店なんかも、はい、こことはもう、ここというか広島とは全然違いますね。まあそうですね。モーニングタラムとすごく出てきて。あ、特にちょっと田舎とかね、宮古の方やとの有名なね、あのマウンテンとかもありました。はいはい、まあそこはちょっとまた独特ですからね。ちょっと今でもでもあるみたいですね。そうですね。ありますね。すごい量です、ね。相変わらずです。そうですか。相変わらず量も、あの、ね、あのグレートというか、はいはい、あの感じも相変わらずどうやってやってますね、はい、うん、まあでも普通のね喫茶店でやっぱモーニングとかねやっぱあるしね、どうなんでしょうね。あ、でもそこ10時からやったらまたモーニングとはまた違いますもんね。そうですね、どうなんでしょうね。やっぱそうすると地元のね、お子さん方に使ってもらうとか、まあおじいちゃんおばあちゃんとかですね、そうですね、はい、老人会の方とかそんな方とかに使ってもらったりするのか。で、月に1回は、うん、あのどう言いますか、その、うん、古民家カフェっていうものをこの、はい、NPO 法人自体がやってらっしゃって、はい、近くに老人ホームあったんですよね。あ、はい、で、その方が何人かというか、まあ、団体でですね、うん、20名弱くらいになるんですけども、うんうん、来ていただいて、でここで歌歌ったり、うんうん、でまあどういうんですかね、病院の先生が来ていただいて認知症についての講演していただいたりとかですね、はい、でコーヒー飲みながらちょっと時間を過ごしてるのとやってますね、うんうん、そうそう、認知症とかには防止するのやっぱ出かけてねやってするのが一番いいですね、はい、それこそね、ずっと仕事一人でやってる人はなかなか冒険っていうねありますね、はい、ちょうどその頃に家が多分、建てられたというふうに聞いてますけど、やっぱ細かいところが今の作りと、それこそ外のね差し割れですけど、はい、うちばりのね障子のところのそのすりガラスなんかもね、はい、かたそうなんですよ、あれやから、あの今これ壊れるともう、はい、作ってるところがないんですよ。だからガラスがこんな感じの前のそのすりガラス全面っていう形になるんですよ、はいはい、そうですよ、ないですよね、こういうのやってるところ、はい、すりガラスでもそれこそ 厚さもね今のやつと全然違いますもんね、うん、すごいなと思いながら、でここの上とかでもねちゃんと彫刻がちゃんと掘ってあったりとか、はい、ね、この辺りとか大工さんにはするとなんかここの作りっていうのはかなり特殊な、針ですか、はい、上が針があって、はい、針がありますね、で土を入れてまた下に針を設けるっていうんですかね。ああ、はいはい、ちょっと言い方忘れたんですけども、うん、はい、これもなんかあなかなか珍しい作り方なんだよっていうのは確かにそうですね、間に入ってるのって、はい、うん、見たことないな確かに、はい、いろんなやつあるんですね。へえ、一回ちょっとこれあたりも多分強度がこう増してあれなんでしょうね、はい、昔の商屋さんですかね、相当に財力のあった方みたいですね。まあそうですよね、これだけの何せ土地でこれだけの建物建てれるってことはそうですよね、うん、さあということでね、四日市役はテミールさんに、ね、寄ってきましたけどね、いや美味しくコーヒーいただきました。ついでにですね、まああのちょっと、お店もちょっと、余裕があったってことでね。
いろいろと話を聞かせてもらいました。で、あの、ね、動画で撮らせてもらったんで、使えるところ、そこで明るく買って、やってると思いますけど、いろんなね、言われがあるんですね。結構この、のもね、やっぱ神山と四日市、これ、三重の名前がね、続いてるのは、どうも、結構、偶然の産物みたいではありますが、いいところでした。これはね、ぜひね、まあね、四日市市民の方ね、当然ね、四日市を愛するものならば、これね、ぜひね、四日市、で、あの、すみません、四日市って言ってますけど、どうも、正式は、ここは四日市らしいですね。そう、四日市がここは世界らしいんで。さあ、ということでね、四日市から、亀山からね、四日市の亀山から、また、三重の亀山経由で、四日市の方に向かっていくわけですけど、今回ね、その前にもう一発寄ります。先ほども申しましたけどね、五日市っていうところが広島にはあると。四日市もあれば五日市もある。まあ、廿日市はね、あの、地名としても有名ですけど、ちょっと読みにくいけど、有名なね、地名としてありますけど、今回ですね、その横にですね、なんか五日市というところがあるらしいんで、まあ、せっかくですから、これは五日市から。やっていこうと思います。まあ、あとは五日市に着いたら五日市で、まあ、また茶番をやるということですよね。もう茶番、なんで茶番って言っちゃいますけどね、何も隠さず、やりますよ今回も。あ、でもまだ三日市の動画ね、この時点でね、ちゃんと編集できてないですからね、あっちもちゃんと編集しろって話なんですけど、まあ、いろんなところに間違えていきますよね。お前はギャンビアベイカーってね、カンコレファンの方から言われそうですけど、いや、まあ、そんなもんですよ。いや、でも、いや、四日市には来たじゃないですかね。何か大きな間違いを起こしてますけど、よいしょ。いや、でも、いい時間過ごせましたね。こういった交流を持ってね、本当に地元の方ね、こうやってね、ちょっと話をすると、いろいろとね、情報も入ってくるとね。まあ、いった古民家とか、そういうのはね、存続していくっていうのはね、またいいなと思いますんでね。あ、踏切が見えてきた。よいしょ。よいしょ。あ、これでどうも戻ってきたもんね。駅前に創価学会の建物ありましたもんね。